第36期縦断戦ベスト16、司会実況の日吉達也です。解説は古橋隆が務めます。古橋さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。対局の準備ができているようです。第36期縦断戦ベスト16、シータク3回戦投牌の開始です。3回戦はチーチャから杉浦、ナンチャ滝沢、シャーチャ山田、ペーチャ沢崎の並び。トンの一曲ドラはスーピンです。なお第36期縦断戦ベスト16は一発裏ドラのない日本プロ麻雀連盟公式ルール。システムは半チャン5回戦を行い、上位2名がベスト8に進出となります。3回戦となりました。まずちーちゃんの杉浦ドラの面、めちゃめちゃいいですね。そうですね、滝沢にもトンがある。メンツが2つほど出てきてるぞ。でもね、打点は杉浦さんの方が見えそうですからね。そうですね。こんなところをドラメンツ完成。それぞれこう良さがあるハイパイですね。杉浦はしっかりドラの数ピンを使い切っての手にしたい。いいピンかな、ここはシンプルに吐く。その吐くに声をかけたのは山田。ちょっと遠いですよ、うんね、これはだけどぶつかっていくんだという戦前の声の通り、そうです、ね、山田はここは思い切って仕掛けていった。がしかし、全くね、安定感のない仕掛けなんだけど、はい、もう背水の陣ですよね。どうでしょう、ここまでのトータルポイントを見ると山田はトップ4着となりマイナス 10.9 で迎えた3回戦。まだまだこれなら全然全然ですよね。滝沢さんだって全然、はい、うわ。さあこれで沢崎イシャンテン、普通はねピン付きってソーズは連続系になりますし、はい、ここは9ピン。うわー取らずかな、取らずしたいけどな、ドラが出てく可能性もあるから、取らずでしょう。勘介くん取らずの、まずこの選択を見ましょうか。取った勘3ピン、これも普通ですよね、取るのも全然。取らずした場合、ソーズが例えば横伸びした場合っていうのはもうドラ切り、リーチに、そうですよね、リーチに行きたい。ここはまず換算ピンのテンパイを取っていきました杉浦。テンパイだ、うわーリーチありそう。なんか闇点だ、関連その役なし闇点。サブロッキーそうだったけど、なるほど。なんならねパースを引いたらもう一回ウーピン打ってさらに取らずっていうのもあった、ね、ああ確かにチーマンがあんこだから取りやすいですけど、はい、うわリーチだ。いやウーパーソ、ただパースオッポンされた後なんだかちょっと乱打戦になってきましたよ。山田が吐くとパースオッポン、すでにテンパイが入ってるのはこっち。うーほー、いや行きます、ね、まあ打つしかない。行きますこちら滝沢ちょっと今局は乗り遅れたが、まあでも滝沢こういう時でも慌てず騒がずっていう感じですよね。そうですね。さあそして、いや、うわー一発での打ち込みになった。一発はありませんが沢崎の上がりリーチドラ1に1600、これはといと読みた一打ですか。そうですね、まあね積極的にいった結果なんで、はい、まあそんなにね悪い方じゅではないとは思うんですけどね、はい、まあ、こうなることの方が多いですよね、やっぱあの形から仕掛けていくと、まあ、不安定な形だけに。そうですね、どうでしょう山田はこの後これにめげずにやっぱり攻めていくべきですか。いや、そうするしか多分勝つ方法がね薄いと思うんですよ。寂しいこと言うじゃないですか。ただまあとにかくぶつかっていくことが一番いいんだと、まあ、それが一番のストロングポイントなんで、はい、それを失ってしまったならば、それ以外のところだとやっぱりまだね、はい、他の3人に分があるんで、うん、僕はそれを貫き通していく方が勝ちには近いと思いますけど、はい、さあ滝沢来ましたよ。ドラドラまた来た、また来た。でも今回はしかもイーシャンテン、イーシャンテンか。なんとかねペンチーマンあたりをねこう払えるような展開になると。そうですね、とてもいい。ローソー入っても多分リーチにはいかない打ち手なんで、はい、チーマーもちろんいかないですからね。チーマーもちろんいかないですね、はい、チーマー入ってくれる方が分かりやすくていいんだけどな、ね、こういうのってチーマンとローソー以外で何が欲しいんですか、はい、ピンズの中目かマンズが伸びる牌ローマンとか、うん、ローマンとか、ね、ローマンとか良さそうですよね。やっぱりローマンはねイーシャンテン維持しながらいけるから一番嬉しいかもしれないですね、はい。
さあここでトーンを切って目一杯としていきます。ドラはポンするでしょうけどね、チーソーポンとかはどうなんだろうな、しなそうだよな。チーマンがね若干よく見えてきた。チーマン出るかもしれない。出た。チーマン関係ない、今は関係ない、今は出ない、今はいらないからね。チーマン泣いたら役が チーマン泣いちゃうとね大変ですから。ドンジャラじゃない。さあ3色あるチーマン2枚目、こうなるとねもう外しやすいですよね、はい、おこれはいいところ引きましたね。杉浦前順のドラに続きカンチーピョン引き入れて形がグーグーっと締まってきた。さあ滝沢なんとか伸びる牌を。杉浦の手が伸びている。うん、いいですね。生き生きしとしています。ツモがここで外す、ここで外す。リャンシャンテン戻し、シャンテン数落としてもこっちの方が上がりがあるだろうっていうことですよね。そうですよね、やっぱり、はい、苦しい形残していても。さあこれでチーマンがもう なかったですからね。ざっくりと滝沢さん数万はなくシフトに今変えてたけど、ああこれでこれでマンズは仕掛けたくないけど、ソーズはどうですか。僕は仕掛けちゃいそうだけどな。でもこれ仕掛けますか。チーマンが、チーマン3枚目だから、チーマンもきついのか。ただねマンズ仕掛けちゃうとソーズの選択、まあシャンポンに受けそうですけど、これは難しいね。残さず、まあ、単野を消えちゃいますかね。うん、さあ、ザキは遠くに1、2、3。やっぱね、さ2回戦からね、こういう勝負って決まってないんで、はい、うわ難しい。ロマン違う。まあまあ、これがシンプルに、シンプルに、シンプルに。ああいうところでローマンとか打つからくちゃくちゃなんだよな。よくわかるよ。まあ、さすがにね、シャンポンよりはスッチーマンの方が場に出やすいんで、ドラが絡んでますからね。はい。ここは安全度か。うん、スーピンが2枚切れ。もう泣きたいけどな。うん、泣くでしょう。泣かない。うわすまん、厳しい。チーマンがもうほとんど相当薄くなってきてますよ。2枚だけ、1枚ずつか。逆に引けたら、引けたら大きいチャンスだが、これはトン残しそう。白髪はともにションパイ、この辺りでちょっと穏やかにいきたい。形だと行きづらいですよね。スウーピンサブロス層ももうそろそろチーする段階ですか。まあもうね全部チーじゃないですか。はい、3段目に入ります。引けないな今日は。なんかテロップが違いますかね。トン2曲ですね。ああ本当ですね、親のマークも違いますね。カンチーマンはもともとあるスチーマンですね。いやーテンパイできないまである。うわースマンがなくなった。親がねチーソーチーソーって統一落とししてるんで、そろそろ転敗でもおかしくないかなと。いけないな。ね、やっぱり初は絞りますよね。さあ沢崎ここでドラにくっつけての転敗を目指す。ハクション牌ですけどね、場合によっては打っちゃうっていうのもあるのか。そうですね。さあ杉浦イーシャンテンですが、初ハクともにション牌。ション牌はね、やんない、打たないかな。うん、2ついけるか。残りツモが3回、じゃあ何切るんだっていう話。パーソー、ノーチャンスか。みんなが何の対応を見てピャッと最後テンパイ取るんですよね。そうですね、本当に。さあ滝沢のツモ番はあと2回。いやこれはいいマン残せればな。
難しいですね。難しいですね。いけない。3ピン行く、ね、ああもう脳天見切ってるってことですよねこれ。 うわーテンパイ、いや力入りましたね珍しく。この手もテンパイできねえかと、親の権利さえ維持することはできなかった。これはああ、テンパイできない。さあ、これで龍局です。トンの2局は全員脳天で龍局。いやー、滝沢チャンスで生かせず。テンパイもできないなんて。きついね。ちょっと心なしか表情も曇ってきたか。まあ、滝沢、久しぶりですからね、こういう舞台ね。まあ、昨年はM リーグの舞台では、ね、活躍すごかったんですが、連盟の方ではちょっとなかなか厳しい戦いでしたが、ね、楽しみにしている、ね、方も、ね、相当いると思うんですよね。 いますよね、はい、やっぱりね佐々木と並ぶ2枚看板ですからね。2枚看板なんだね、はい、まあ、1枚目の看板は早々に散ったらしいですけど、まあ、勝ったことないぐらいですからねそっちの人。ちなみに古橋さん今年の10段戦は、僕は5段戦から出て、はい、6段戦で負けました。誰とやりました？今ねベスト8まで残ってる小松くんとやったんですよ。おどうでしたか？オーラス、はい、最終戦のオーラス上がり勝負っていうか、僕条件含んだリーチ打ったんですけど、うん、上がれずに小松くんが勝った、うん、ああそういうことね、うん、印象どうでした？小松プロの、いやなんかね乗ってるなっていう感じ。あ、うん、もうベスト8まで来てますからね、相当ですよね。あそこで僕が上がってたら、はい、僕がベスト8だったかもしれないですよ。いやーリーチったペンチーソ即リーチ、これが山田スタイル、うん、いいんじゃないですかね、うん、まあ引いてニーローコールなら、うん、山4前原さんみたいなねリーチですね。沢崎はここはあ現物か、すっとちょっと魅力的、まあピンフのイシャンテン、うわーリーチの選択がバッチリ、山田のツモ上がりリーチツモ吐く、2600は2700オール、うーん間違いなく勢いありますね、うん、はい。さあ、れんちゃん、山田は2回戦目でラスを引きましたが、ここはん？なんだ？サイコロか、またああ、どうやらそうですね。結構頻繁にあります、これちょっとね、最近多くなってきましたね。2週間ぐらい前に初めてなったんですけど、はい、一回ねサイコロボックス外して、はい、なんかグイーンってこうグイーンと回してあげると、うん、と治るんですけど、接触がどうやらね悪いみたいですね。さあ立ち合いの藤原が直しに行きましたね。大丈夫かな、はい、どうやら大丈夫そうですね、はい、ダメだ技術者を呼びましょうか、うん、どうもどうですか、ここまでご覧になってちょっと厳しい戦いを強いられているのは滝沢という印象ですが、一番苦しいですよね。手はね、うん、入ってないことはないんですけど、はい、やっぱりね上がりまでが遠いんで、こういう日は、ね、うん、厳しいんですけど、相撲がちょっと噛み合ってないですよね、うん、5回勝負なんでね、はい、本当にまだ全然焦るところじゃないんですけど、まだただどこかで勝負はかけていきたいですよね、まあ、再三そういう場面ありましたけど ね、 そうですね、あの関数詰まった時だとかっていうのは、ただ今一つこう波に乗れないという感じありますね、はい、あもうね3回戦なんで、まあ、まだ沈んでもいいんですけど、はい、
まあ、できればねここ浮いておかないと。うん、今も珍しく最後のパイ積もるときぐっと力入ってましたからね。まあ、とにかく強さが光るのは沢崎ですが、はい、まあ、その影といったらあれですけど、うん、しっかりついていってるのが杉浦ですけど、うん、杉浦どうですか。まあ、杉浦さんらしい、ね、うん、あのオーソドックスな、はい、こうね、間違いはないこう手順から上がれるところはきっちり上がってますから、うん、はい、まあ、やっぱ安定してるなっていう感じですよね。あの杉浦からすれば不満ではなさそうですか、うん、あのなんとか一応ゲームプランっていう感じですか、うん、だと思います、はい、うん、こんなもんだろうなっていう沢崎さんが走ってっていう感じだと思いますけどね、はい、うん、その背後につけている杉浦という構図ですね、うん、まあ、これから来週、ベスト 16D 卓の放送もありますが、うん、こちらはね先ほども言った通り、ね、藤崎前田近藤伊藤優子と、うん、まあ、A1 みたいなもんですよね、まあ、A1 ですよね、近藤さんだけ A2 だけど、まあ、はい、A1 みたいなもんなんで、うん、ね、楽しみですよね。 A1 のトーナメントみたいな、うん、ちょっと新しい見方ができるかもしれないです ね面白そう。ちょっと復旧に時間がかかってるようですね、うん、完全にダメになったかもしれないですね。予兆はあったわけですもんね。あ、うん、回んない。これは放送開始以来初の水入りとなるかもしれないぞ、うん、まあ消耗品ですからね、麻雀卓も。そうですね、はい、あ、サイコロ振ってやる、手振りでやるかもしれないですね。ああ、なるほど、サイコロボックスがどうやら機能しないため、うん、手振りにするようですね、どうやら。手振りはレアですよね。まあ多分放送対局では初めてですよね。えっていう顔してますね。滝沢がその最低をちょっと今聞いていますね。あ、卓につきましたね。今藤原から説明が入っています。まだちょっとこちらには、まだ何の連絡も来ていませんが、うん、あ、だけどちょっと指示してますね、うん、今決まりまして、はい、競技との兼ね合いですが、卓移動がちょっと今からすぐというわけにはいかないので、うん、この半ちゃんだけは手でサイコロを振って競技を行うということが決定しました、はい、うん、次からはじゃあ卓を変えるかもしれないですね。で、自動卓で積むので、うん、サイコロは一度振りということです、うんうん、はい、さあ山田の親番で再開ですね。トンの3局は日本馬、いや、これはなかなか珍しいケース、うん、ですね、世界大会なんかこう手振りで、あ、まあ、手積みですしね、ドラは3万です。ダブトン統一だ、うん、残った形はあんまり良くないですね、うん、国ちゃんたとかもあるけど、まあ、ダブトンのみでまずは行きそうですけどね。親の連チャンを重視しそうと、うん、こちら滝沢統一3組、杉浦沢崎さんですかね。あ、ごめんなさい、こちらが滝沢でした、はい、杉浦の手がめちゃくちゃいいですね、うん、ドラはないものの形は相当のものです。うん、うん、いいシャンテンだ、くっつき、もうだけどこれ2000点のくっつきですもんね。まあね、さ、その先には3色や1通があるんで、ね、そうね、そっちが先欲しいね。ドラビシッと引けると一番いいんですけどね。ドラをビシッとね、ビシッとダメ。さあこちら滝沢もうまとまってはいますね。滝沢さん悪くないんですよね、はい、となると悪くないだけに、あ、ドラドラ、ドラドラ、イースマンが振り点なんだよな。本当だ。さあ天敗はイースピン、まあね、まあ、これは取らざるを得ない、まあ、ドラ引いたり、まあ、
サブロッキューマンですね。引いた時にどうするか。はい、外しもありますか。3万引きなんていうのは3万も、まあ、3万だったらサブロッキューマンでのべたん、うん、リーチに行くかどうかなりそうですよね、はい、チートエありますね。イースマンが振り点でイーマンが3枚見えている。おー、数万か。なるほど、そうですね、うん、まあいいシャンテンだからね。ゴロチがあるけどカンチャン両面になる、両面3面待ち、ね、まあ、ここは打点よりも上がりやすさ、はい、トンに続いて初も重なる、うん、ありそう。ボブロックに受けるならソーズ外すかキューピンか。チーマンだと6ブロック、これも6ブロック。あ、いいピンだ。あ、チートだもん、うん、あ、フリテンだけど残した。さすがにでもこれは時間の問題ですかね。うん、いや、ここで打ったか、うん、ここは杉浦の上がりです。ピンフ線は1600の上がり。動かすものがいっぱいありますね。マグネット動かしてサイコロ動かして、はい、要はご覧の通り中央のサイコロボックスにサイコロは入っておりません。サイコロボックスちょっと故障したためここは手振りで行っております。あ、親のマークは動かして、ね、やることがいろいろあって大変ですね、うん、まあ、条件はみんな同じということ で、ね、ここをご了承いただきたいと思います。さあ、ドラはリャンソー、沢崎の親番。うん、悪い、メンツなし、これは悪いぞ、うん、杉浦、またいい、うん、いいですね、またいい。これ今回は伊達もある。あ、滝沢もいい、うん、いいですよ。山田もいい、山田もいい。これは沢崎の親はもう持たないでしょう。結果がどういう結果になるか、これが一つ注目。杉浦の2差し差し5か、あ、もう差し5は見切る。滝沢も2差しの目が出てきたが3品つもぎり。山田はこれでポンテンがかかる。取りそうですね、ドラもないんで。そうですね、伸びた伸びた伸びた、初切っていきたい形になっている、うん、ドラこれでも取りますか。これも取りそうですけどね、うん、あ、まあ、出ないか。うわー、すごい、これで初初といける。3000-6000まで、あー、来た、膝も来た、ぶつかりそう。これで一通とドライーペーコーのイーシャンテンでもですね、いや、これはぶつかるぞ。滝沢久しぶりに来たこのチャンスで、しかも順目も早く形もいい。先手取れるかどうかなんだけどな。えい、えい、ダメ、ドラだね。やっぱりまず第一候補ドラがいいですね、うん、もうシンプルに一番確定するんで、はい、次はまあ3万かな。 うわ、ドラはこっちだ。ドラは山からなくなった。リャンウソ、ここはリーチに行く。いや、そうですね、杉浦の出方ですよ。いやいや、そう、2差し決まったらこれ打っちゃう。いや、だけど杉浦、親で単野三色ドラ1をシャンポンにした男ですよ。順目の兼ね合いもありますよね、町の広さと。イースチーソー残ったら、まあ、山田、学ぶも危ないのか。あるね、あるね。いや、そうだね、山田も危ない。うわ、どう、あ、3万ビシッと、うん、勝負には、うわ、先に3万、先に3万プリーズプリーズ3万。うわ、やめか、やめると言ったって、まあ、チーソーあんこで落とす手あるし、親が3万来てるんで、はい、あ、チーソーだ、うん、先にね、チーソーって言ってありますよね。これでリャンソーは打たなくて済みそう、うん、さあ、杉浦の手がど、うわ、うん、その前に嘘のつも上がり。なんか久しぶりに気持ちいい上がり来たんじゃないですか、ですね、うん、休めながら、うん、リーチツモ、ピンフドラ1、1300-2600のツモ上がり。さあ、ここまで4着3着と厳しい立ち上がりだった滝沢、素点のマイナスはギリギリで抑えて迎えた3回戦、なんとかきっかけにしていきたいぞ、うん、
さあ乱入です。親は変わって杉浦、さあサイコロを握り振っていく、ゾロ目が出る、これはいいことあるか。ドラはいいピン、まあいい111の嘘でしょ、ゾロ目見、あそういうことすっげえ悪いじゃん、いいことがすげえ悪い、ピンゾロの悪夢、これは悪い、絵に描いたような悪さ。7種続いて勢いついてきた片木沢、あれが初発ならね、リュウイソーが見える、うわーめっちゃいい、めっちゃいい、悪い、山田チャンス、ね、これ山田と滝沢の巻き返しが面白いですよね、4回戦、ね、5回戦見るにあたっては。ドラ、ドラ、あーいいね、単品ペコだもんね、ドラもあったもんね、うわいいわ、こりゃいいわ、ね、ドラはいいピンだもんね、ピンピンピンだからね。いやー杉浦ちょっとダメか、これは手にならないかもしれない、乾杯を残したいですよね、もう重なってなんとか仕掛けていきたいけど、さあくっつきをどう求めるか、パーピンかな、うん、ジャンと固定、沢崎もこれはやや役が見えてこないですね。あこれはまあ嬉しいけど、杉浦結構ここまで見てると親にはこだわった打ち方しますからね、多少と、あしかしまだ役割の重なり見る、逆に切っていく山田、チートイ、うーんねー、そうですね、4トイツ、いやダメだけどね、そうスーピンはこれはちょっと駆け足できつもだぞ、そうですね、横に伸びていけばピンフで上がりもある、はい、おお来た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 、これは一気に魅力的な手になりましたね、白南が1枚ずつ切られていて、ちょっともう町候補としてもすでに選定に入ってた感じですもんね、うん、そうですね、白短期でまあでも自分の捨て合いがね、うわドラドラ、うわこっちもドラドラだけどね、もちもちで杉浦はメンツでですからね、チュンがなければわからない、チュンは誰も持ってない、来た山田もいいシャンテン、くっつきは3万と数層に求める、さあどうなる、杉浦親番でドラドラ、滝沢チートイドラドラ、イーシャンテン、山田は面単品イーペイコー含みもある、あこれはどうするか、3番だ、打点見るならね残したいですよね、スーピン、さあぶつかるぞ、なんか追いつきそうなんでね、ん沢崎さん、難が2枚目、白も2枚打たれている、変えない、来たリーチか、両方ありそう、いや山田はもう攻めに攻める、もうほとんどリーチですもんね、そうですね、闇点があんまりない、いいんじゃないですかね、やっぱりこのぐらいの方が、うん、闇点が少ない打ちてくれますね、うん、めっちゃあるじゃんリャンソー、誰も持ってないよ、また一発か、一発だ、えってか八山だったんだ、え違う、あ一枚切れた、七山、いや山田来てますね、親では2600オール、何の一局では1300、2600、どちらもリーチで決めてくるとこが山田スタイルと言えますか、そうですね、さあ何の二局、滝沢がサイコロ振ります、ちょろっと振りました、6ですね、はい、さあ滝沢としてはまずは原点しっかり超えておきたい、さらにはこの後トップまで狙っていきたい、ドラはペー、んドラが1枚か1枚、いやいや悪くない悪くない悪くない、切ってもいいぐらいの手ですもんね、絞るとか見えますね、山田は良くない、3回戦はこの沢崎がやや静かだ、うん、まあ手も入ってないですしね、うん、
杉浦にもドラが来た。チュンが統一。うわあ、もう形できた。これで一応しごろも含みで、もうターツメンツの候補できましたね。山田くんは29歳かな、28か9なんだけど、はい、ね、20代ですからね、なかなかね。先日も最強戦でね、頑張ってましたからね。最強戦出てました？同卓しましたね。上がりました？ノーホーラいつもノーホーラじゃないですか、最強戦でって。あ、ドラからいった。本当だ。まあ、トンもね、大事ですから。ウーソーがねきつくなったんだよな。となるとトンアンコが嬉しいですか。トンアンコだったらローソース。ていうかこれトン泣きます？2枚目泣かない、泣かない。あ、トン2枚目、はい、泣きたくないですね。泣かないんじゃないですか、タクザーさん。うーん、ここでトン泣きたいですよね、やっぱり。アンコになるのは嬉しいけど、トンをするのはちょっと。そうですね、歓迎できないと。9の3色がチート1ですか。1枚ずつ切れてますね、9ピン9万。さあ来た、うん、ウーソー1枚でしたっけ。ウーソー1枚なんですよ。あ、テロップがまた違うかな。2曲ですね今。そうですね、うん、これただまあテンパイ入って3面待ちにするよりもカンウソーですよね。牛ごろになれば、はい、もちろんカンウソーですよね。チーピンどうです？チーピンはソーズの変化もピンズの変化もありそうな数層切りが取れますけど、まあ、リーチもあるのか。もっと言ったらチーピンはリーチいきそうですね。リーチですか。3面ちゃんで、さあどうなる。ちょっとまだ追い、いやしかし山田が来た。すごすごい。鎮逸のリャンシャンテンとかですよね、これは。もう全部なくの、まあ、全部っていうか数層はチーしそうだもんね。そうですね、これはリーチかな。うん、ここは折り合いをつけた、うん、パーピン引き、まあ、親番ですからね、引ければに。おお、やっぱり数層チーだ。押し返していくぞ、山田が行く、うん、何が嬉しいですか次は。まあ、数層かもう1回じゃないですか、うん、ただパーソーがね実際沢崎さんに統一なんで結構厳しいけど、倍1で滝沢の 手にも1枚、うん、9層が杉浦に2枚。あ、結構厳しい ね。チーピンは2枚もたれの、スーピンバニー2枚ですよね。4切れ2山か、あ 3切れか、あ4切れですか。4切れ、あ4切れか、1枚ずつ。滝沢さんの街は薄いね、うん、いつだってね、うん、山田の街は大して多いですもんね、さっきから、うん、ペンちゃんが4枚残ってたり、両面が7枚残ってたり、ね。まあ、テロップがねあの違うんで直していただけますかね、うん、何曲ですか。滝沢の親番です、うん、さあドラのペイは現物ですよね。まあ、自分が重ねたいっていうのもあるのか。うん、まあそうですね。あ、いいピンいった、いいピンいった。ここは強く戦ってますね。滝沢さんのね皮が強いんですよね。マンズの上と自敗しか切れてないから。あ、まあ数層ね泣かなくても安牌かなり少ないんで。さあ山田粘っている。一人旅は一人旅なんだけど、これ2000オールは結構嬉しいんだけど、うん、相当嬉しいね。まだありますね、1枚ずつ、うん、いいシャンテンですけど3万ぐらいはいくかな。いかないか、いかない。
山田も、まあ、枚数自体が多くありませんがなかなか転敗しません。ここでドラ、うん、あれイーシャンテン連想現物三品も現物まだ山田君は転敗じゃないと今の馬は脳天かなってなんか測ってましたかね、うんうん、うわ食い取った形式転敗取っときます。ワンチャンスの急走は取ってるわけじゃないんで、ただ心配かちょっと難しいですね。順目的にはまだ残りつも2回でもトンの統一落としだからシャンポンはないもんね。シャンポンはまあなさそう、うん、単純に6急走があるかどうかですね。ありますねワンチャンス。まあイーソーとかはかなり安全ですよね。ああいったここ転敗取った、そうですねイーソーは確かに安全だ、うん、9層ではなく9万いやここまでか数層ギリギリですからね打ちづらいから、はい、これはちょっとキープできないな。うん、イーソなんこになっちゃいそうですね。はい、イーソー、まあ、これまだイーシャンテンですからね。うん、リャンソーは沢崎に来た3B ラスハイのチーピン、うん、いや滝沢最後のツモ番ですね。数ピン食い取られましたがチーピンの方が眠っていてくれました。リースもタンヤを2000オールの上がりで山田に接近です。うん、これ嬉しいですね。嬉しいですねここまで来るなら。原点からもかなり離れましたしまず浮きはなんとか取れそうだし、そうですね取れそう、さらにこのまま点数伸ばしていきたい。まあ、現状ねターゲットが杉浦さんだのはずですね。はい、あ今ですか山田がまくってるのか。ああなるほど。はい、だけどね、まあ、一応このハンチャン始まる時のターゲット杉浦さんなんで、はい、杉浦さんとの、ね、うん、トップ3着とかつけれるとそうですね結構嬉しいですね。さあ混戦になってきているぞ。3回戦開始時沈んでいる両者が浮いている。さあ和崎ドラのトンが統一、こちらが杉浦、うん、やや苦しい。滝沢もまあなんとか、ちょっとでも苦しいですね。まあ手配的にも打点的にもこの沢崎がちょっとリードっていう感じですね。これは決めていき、まあ、だけどこ沢崎がここでギューンと来たらちょっと一席、うん、小指ぐらいかかりますよね。小指ぐらいですね、まだまだこれ終わってあと2回あるから。はい、さあ沢崎この手は決めたいぞ。逆にまだまだ加点していきたいのがこちらの滝沢そして山田です。うん、杉浦もこらえどこですかね。こらえどこですね。ね、最後までチャンスを残しておくのが大事なんで、はい、しっかり上がって曲を回していくのも大事なことですよね。大事ですね。その中で致命的な法事は避けなければいけないんで、はい、難しいこと言いますね。難しいですよ本当に。トーナメントはね難しい、向いてない致命的な法事をしちゃうから向いてない致命的すぎる法事を繰り返す。そう、お2枚切れか。なるほどね、ゆったりしてます ね、 ね。一応4統一だからね、チー統一もあったんで、はい、難しいですね。ただ今の何切るのか、急走切っちゃうな、バタバタして。急走ありそうですね。トン切っちゃうとな、これで山田君も滝沢さんも。ただ山田はまあそっか、単葉が見えるリャンシャンテンなのか、うん、まあもうそっか、転敗すれば切るか。うん、ゆったり攻撃、うん、ああこれは切る構えかもしれませんね。チーテン取りそうですもんね、取りそうですね、スーピンは、うん、出ないけど、うん、
数ピンですね。いやー、これはリャンマン切りが生きてきたな。本当ですね。あら、テンパイだ。テンパイなら打ちますね。自力でテンパイ、関数ピン、タンヤをテンパイ。思ったより伸びてないのはこっちの佐々木ですね。3回戦ちょっと厳しい展開です。立つ選択だけど、ヤンマンが4切れか。そりゃそうですね。関数ピンが一巡間に合っている杉浦、まあ、ドラ切られたらね、切らないかもしれませんが、いやー伸びない。このまま山田の上がりとなるか。スーピンは山にあと2枚1枚かな。1枚ですか、失礼しました。澤崎はなんでカンチーマのターザだったんですかね。3万残してローマン切ったんですよね。なるほど。山田に対してちょっと警戒してます。ただ3万筋だけどな、ね、確かに。滝沢がイーシャンテン、ピンフのイーシャンテンです。あ、裏目ですね、これ。あ、そうですね、何だったんだろう。カンリャンマン払いに行ったじゃないですか最初。まあ、リャンマン4枚切れなんで、はいはいはい、イーマン切った、次にローマン切ったんですよね。まあ上の滝沢さんにはね、かなり切りづらいところなんで、はい、先に処理っていう意味があったのかもしれないですけど、もうここはちょっとメンツとしては全員失格と、うわテンパイまでいった。サブローソ上がるのこれ、まあ、目立ってるね山田くんの現物なんで、はい、これ三層打たれておかしくないけどな。あ、トンか、あ、これもう完全ナンパイですね。うわ杉浦もいいシャンテン。うわあ、チーピン、スライドスライドスライド、粘る粘る粘る、これで数ピンゼロゼロ。え、上がるのこれ。粘るね。なーにーなーにー、いいシャンテン。杉浦はくっつきです。両面変化、ただ上がれるのは数ピンのみ。両ピンションパイ、ピンウーピン打ってやみてんか。もちろんリーチもありますけどね、トンが全部見えてるからリーチだ。E ピンが1枚ある。サブローソ現物でしたよね。佐々木さんちょっと危ないっすね。ウーピンバーンと抜いちゃうか。まあトン一旦、あ、そっか、トーンがあるのか。筋の3万切ってますよ。うん、まあ2万4切れだから、ね、あ、そうか、相当ってか、あ、テンパイ3ピンは、いや行きづらいですね、振り点だし。あ、振り点か、行かずか、行かずになりそう。チュンチュンチュンになるのかな。いや行こうとしてるのか、時間使ってるぞ。ピンが通るかどうかですよね。まあ、全く否定はできないと思うので。なるほど、粘った。え、ね、粘ったっていうか、だってこれもう一回打つってことですか。どっちか打つ、あ、だから、うわ3層だ、通したら打つっていうことじゃないですか。うん、通ったら滝沢の上がり、これはリーチ棒込みでちょっと1000点増えましたね。うん、そうですね。ピンフ1500は1800の上がり、この上下も結構大きいんですよね。うん、バカになんないんだよな1500の直撃が。まあ、で今滝沢さんね、いいペイコーできてるんだけど。あ、確かにローピンの方来ましたね。なぜですか。まあサブローピン当たるならどっちも一緒で、受け、うん、ならばローピンより3ピンの方が絶対危ないと。危ない、うん、確かにいい判下げてのローピン切り、うん、さあドラが9ピン、あ、初難統一、ドラも1枚、これは勝負できたんじゃないですか。ついに統一行きたいな。あ、山田もいい、いいけどなんかすごいごつごつしているごつごつしてる。佐
川崎さん悪くないですね。いいですね、はい。杉浦も一面つ、両面二つ。まあまあまあ、まあ、トンはない。なんと厚。わあ。来たか。来そう。これなん出るんじゃないですか。まだ出ない。ね、でもいずれ出そうですよね。はい、いやー沢崎もいい。勝負手はやっぱり決めさせてもらえないか。かもしれない。こうなったらもうこだわらないか。ヤクヤクドライチですか。そうですね、うん、これでなんじゃない。これは何でしょうね。ダブナントウーピンか。ウーピンからか。ウーピンか。イシャンテン。ちょっと痛いな。ちょっと痛い。だいぶ痛い。あ、初泣けた。ポンかな。泣かないんだ。動かじ。泣かないんだね、うん、ドラギリ。動かじ。沢崎イシャンテンが広がる。なぜ動かじ。これもスルーだ。なぜ。いや、この方が上がり率が高いっていうことじゃないですか。2枚目ポンして、まあ、面前で行きたいっていうのもあったと思うんですけどね。うん、あら、急所入った。リアンウソーシャンポン。差し子の変化待ち。あり。あ、ただないな。相当ここに酸素ある。だ。うわ。あ、まあ無理だね。これは取れないですね。チーマンポンからいった。タンヤオ。あ、リアンソー危ない。リアンス危ない。ほとんどダメだね、うん、ローソチカンパーピン。パーピンはニヤマ。ただ今リアンウソーが今にも打たれそう。滝沢さんにも通りそうですしね。トンいった。二度受けじゃなければ。さあ、こちら杉浦もイーシャンテンです。いや、まだ間に合うかこの上がり。それとも滝沢か。チュンは一枚入れ。これでリアンソーか。いよいよ、うーん、ローマンっていうのもあるのかな。ありますね、ローマン、はい、うわ、いったよ。こうなるとね、スーソー比とか引いちゃったりして、ね、そうなんです。スーソーチーできたりしますよね、うん、シャンタなどはない。滝沢何のポンに続いてローソーチーです。うわー、嘘だ。恐ろしい。麻雀ってほんとこうなるね、うん、打ってくんないと。紙一重ですからね。ほんと紙一重。単位、それ何ドライチ。2900は3500。なぜ泣かないんだあれを。ね、やっぱ役統一だと1枚目から泣きたくなるんですけど ね、うん、滝沢さんって相当一泣きない選手ですからね。おー、なるほど。勉強になるな。学んでます。うん、どっちの意味合いが強いんですかね。やっぱ面前でやりたいのか、うん、二泣きの方が上がり率が上がる。上がり率はそんな変わんないもんな。ドラドラだ。うわ、めっちゃいい。本当だ。沢崎この3回戦はちょっと元気がない。うん、杉浦もマンズ押し。ドラは数万ね。ドラ色だと行きやすいですよね。滝沢もドラメンズできている。悪くないんですよね。山田がドラドラ。しかもメンツは一つですが、これはいい形だ。ただなんか決まんない気がしない。麻雀あるある出ちゃう。うーん、あるんだよなこれな。なんかね、滝沢さんが先行取りそうな気はしますよね。そうあるよね。杉浦ペーチャです。さあ山田、ちょっと原点割れが見えてきちゃってますからね。これはやってないですよ、さすがに。仕掛けも使っていくかな。でもな、ドラドラが保証できないから3万はチー。3万チーだけはあるかな。いや、チーピンからいった。チーピンからいったか。激しくいく。激しく食いついていきます山田。
まあ、これだけど絶対ドラ2枚一応置けますか手に、まあ、同点敗しても絶対置けますね、うん、置けるけど置くかどうかは分かんないですよね、はいはいはい、親を流すっていうのも一つありますもんね、G1とかリャンマンが泣けた時はどうするんだろうね、さあこちらが沢崎シートイの天敗は両ピン短期ついにその片目を開けるかこの3回戦あ1枚切れか1枚切れ滝沢イシャンテンどうなるドラマ引かない方がいいやつですかこれはそうですねドラマ引かない方がいいですね両ピン短期は割りありそうだけど滝沢さんが間に合うかな数層がないんですよねほう1枚とかでも1枚あるからまあ総図重なりがいいですかそうですね総図重なってドライチですからね関連ピンでもリーチいくのがうわーリーチか振りかぶりますこれが山に2枚まあ当然ですよね沢崎さんがリーチならこれドラまあ滝沢も止まんないかもしれないですよ止まんないですねうわ天敗だ関数層これは3色あるからなでもいったかリーチだ残り1枚1枚1対2 1対2ドラドラの山田行く打つパイがない、ないさあどっちだ滝沢ここは勝負どころと踏みましたねうん沢崎の先制リーチは白短期滝沢追っかけリーチはドラ1の関数層そして山田はチーピンをポンしてドラドラのイーシャンテン誰が上がるんだこれがあれならどっちの勝ちだリャンピン短期リャンピン短期だったね打つ牌はないいや打つ牌はあるか数層危ないな打つありますないマンズはないでしょ総数選ぶならウーソーか中筋のウーソーワンチャンスのスーソーウーソーもワンチャンスですねそっか全に行くならウーソーの方がまだリャンウーソー否定できてるのか、うん、あじゃあウッパーソーもワンチャンスか滝沢さんにね土層取ってないからまあまっすぐ行く手もありますよねうん気合い入れてうわこれは滝沢沢崎から一本取ったやるなーリーチドラ1 3903本場4800いやこれ来てますねなかなかいけないですよねこれ3色の手代わりがあるだけに、はい、両面の変化もすぐしそうですもんねうんただね覚悟決めていやいい上がりですねこれはいやこれは滝沢どうやら勢いもガンガン見てますね、うん、今のリーチはそうですね今の俺は誰も止められないと、うん、となるとここの滝沢の親の時にちょっと軽いリーチはもう打ちたくない打ちたくないですね今になりましたね今ので、うん、うお来てますついにまああのね一泣きせずからですよそうですねここで決めたいなさあ注目のハイパイはドラキューピンメンツは一つちょっとね自敗がバラバラと5種類はい山田は発が問いつ動けば早そうか悪くないですね沢崎は嘘が暗行泣いた、うん、発からポンきます竜磯まであるな夢がすごいねパーソー引いたらもう竜磯、ね、そうだね見えますよ、うんウッパーマンチーしますしたくないけどねする手はありますよねもう滝沢さんの親はやめてちょっとや危なすぎますもんねもう、あの状況で関数層の追っかけリーチまでされたらスギウラトンペイイーソーイーピンと統一ですちゃんとですからねうんペイとか泣いていくかも夢見たいないいよありがとうございます、うん、リャンウソはチーしたいけどウソはチーしたくないみたいなね
数層はチーしたいけど、数層はチーしたい、いい層はチーしたくない。そう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 、まあするね。してチュンですか、それともマンズいっちゃうんですか。マンズいっちゃう、うん。なかなかね、これだけ留意層に近い手配っていうのは、ね、うん、1年やってて1回来るか来ないかぐらいだと思う。うんうんうん、狙えるときは狙いたいけど、まあ、でも役満があるゲームじゃないからね。そうだね、うん、しかも今日は2人だしね。そう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 、来たよ。あー、いったいったいった。パーソー、いや、これパーソーがもう1枚、2枚あって、これローソーは誰も持ってないんですけど、リャンソーは滝沢が1枚、あ、パーソー、これがきつい、これきつい、ね、これきついのよ、うん、これがきつい。見るとね、チュン切りたくなっちゃうよね。パーソー2枚、うん、そうね、留意層になんなきゃ先手、まあ、もういつはしたいか、ローマン切り。うわー、スーソーも向こういっちゃった。滝沢の手がもう全然進んでませんからね。山田としてはチャンスです。14トイツになりましたか。これで役役本一イシャンって、ね、チュンがない、チュンない、握れ握れ、うん、リャンソー、まあ明らかに想像ですもんね、もう今回は。そうですね、はい。三層ポンは、まあ、するわけない。ドイツが4組となっている滝沢です。想像が打ちづらいですね。山田ローソーアンコ、あー、留意そういった、今イーシャンテンでしたよ。だあ、てかテンパイでしたよ。テンパイ取らず、5200のテンパイ取らずに、はい、パーソー1枚を取りに行った、うん、5200、残球か、残機のテンパイですね。ああ、そうですね。積もれば1、3、2、はい、積もれば1、3、2、6、はい、うん、うわ、結局お帰り、まあまあでも嬉しいですよね、こうなっとけば渡り打ってるんで。1枚にかけたいパーソー、留意層のイーシャンテンのリャンウソテンパイ。リャンソーも1枚しかない、リャンソーが1枚しかない、ラス入れてラスサイで上がるしかないね。順番も大事、うん、あるのか。うー、イースソウソに向けたのかな。そうですね、うん、妥協するってありましたけどね、パーソー3枚目だから2枚、あ、自分で、うん、あ、そうそうそう、なくなった、打たないな、これは。チートに決めましたが、イーソーも打てないだろうと。これでリュウイーソーはない、いや、ないっていう言い方はおかしい、ま、打たれる可能性があるから、うん、まだあるけど、パーソー引いてチーソー切って数層ポン三層ロンは数層ポンしないんじゃないですかね。しないか、うん、だってパーソー枯れてるわけだから、リャンソーにかけちゃいそうですよね。リャンソーはまだ1枚しか見えてないんですもんね、うん、上がり自体はあるのかな。ウーソーは、ウーソーが1枚だけ、ウーソーが1枚、イースソーウーソーだとね、イーソーか、あ、でもないんだ、イーソーがないから結構厳しいですね、どの経路でも、うん、まあ、滝沢さんが ただこの親ちょっとこだわってきそうですよね、さっきのリーチ見てると、うん、チートイツイシャンテンだから、はい、まだまだ、まあ、想像ね、簡単に下ろすはしないでしょうが、うん、ドラドラだけど、三層は自分で切った後手出しが入ってる。イーソーは嫌なところですね。うん、チュンチュンの後手出しはないから、ない、あの瞬間で入ってるかどうかですよね。うん、もしかしたらテンパイしてない可能性あるんで、打つなら今だね。イーソーいや、まだ和発をポンしてこの形、リャンソーの天敗です。一手があり留意そうですが、リャンソーがもう山には残っ
ていません。スーワンコーのイーシャンテンドラさんですから、これなら勝負する価値ありますかね。ありますね、十分あります。パイがあるかどうか。トンピンペートン、トンペイピン、イーピンない。ペートン1枚ずつあるね。手配ないもんね。あるあるある。これ山田から打たれますよ。打たれますね。来た、違った。ナンはダブなんだ、こりゃきついわ。しかも3層チュン統一落とし、やめだ。これペートンって切られたら最悪。山田に シャッカさすがにダブナント3層ですからね、いけないですよね、やっぱり現実的には。もうここまで来たらツモ番がないですから、これはパーソー打つかな。うん、安全にここはパーソー打ち。相手が滝沢さんか。はい、テンパしたら切るかな。何をしないのかな。もうローソーもないのか。ないテンパしないわ。チーソーもない。まあテンパ止まりか。うん、さあこれで流局。いやー山田ね、テンパイ取らずで竜磯を狙いましたが、思い切った手も打ちますね。そうですね、100万狙うゲームじゃないとはいえ、100万上がったらほぼベスト8通過できますからね、はい、5本場ですか。何の3局、まだまだ予断を許しません。山田の親番、持ち点は34,100点です。ドラはチーマン、なんか取り付けの手配。うわいいな。山田は今日はちょっと相対的にハイパイがいいですね。最近いつもいいですよね。あ、本当ですか。いろいろなところで到達しますけど、最強戦など、手は入りますよ。こちらが杉浦、滝沢としてはしっかりこの山田の親クリアしておきたいところですね。トップはもう譲らないぞと。沢崎も まとまる可能性は十分にある。そうですねいや自分で決めたい。打点も見えてきましたね。はい、さあ杉浦、まだメンツはない。一旦取りますか、イシャンテンは。杉浦ここで一メンツ完成。形はできましたね。はい、滝沢も一メンツ。先を行くのは山田、そして沢崎。ここでベンチーソのターツを払う。ですね。ドラドラか、沢崎さん。いいシャンテン。二刺しは崩れたが、おお、ここはまだマンズの広がりを見たっていうことですか。二刺しも見たいんだけど、ドラ引きも逃したくないんで。そっか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 。まあ、てかもう一回伸びれば、ね、想像の上払っていくっていう手が打てるから。全てを見た一打。ここは一つ、ね、一度ぐらい欲張ったっていいじゃないかと。シャーも残さなかったからね。結構ここは勝負かけました。うわが来た、これはもう盤石だ。盤石のイーシャンテン、これは来ちゃうぞ。その前に杉浦いけるか。これじゃダメ。ただドラ受けはできた、もともとあるが。チーソーパソーか、打点見るなら。リャンマンからの変化も見る。ここはチーソー切り。さあしかし山田がもうもういい、もうすぐにでもリーチ来そう。はい、これじゃない。テンパイをテンパイ取るか。取るんだね。タンヤオのテンパイです。
逃さないことも大事ですからね。うん、僕は3ピン切っちゃいそうだな。これで少し広がる。うん、沢崎はちょっと手が止まっています。来たか。これはスチーマンのリーチありますか。ないでしょう。いや、なくはないか。時間使ってますよ。なくはないよ。後の変化とかは見てるのかな。ウーマン引きやキューピン引きみたいな。うん、リャンマンも振り点ですもんね。そうですね、今2万切っちゃったから、はい、打たれる。うわー、これでもう一回変化。チートもある。チートがないか。パーピン2枚切れ。シャンポンで、シャンポン闇、シャンポンだけどリーチもあるんじゃないですか。おお、ここ闇3ピン数層。さあ、それとも上がるのは杉浦なのか。チーマンもあるよね。ありますね。チーマンが何しろありますからね。1枚か。3ピンが、チーマンはスーマン2枚、3ピンゼロだ。3ピンゼロ、スーソー数層ゼロゼロゼロ。あ、これ2刷新するかしない。いや、ヤンマンがね。あ、でも2枚切れか。へえ、2刷しありそうでした。これでリーチありそうでしたけどね。なんか、うん、ありそう。うん、ヤンマンはね、2枚いておかしくないから。実際に打点に溺れてみたい。うん、すげえかっこいい。うん、ちょっともらっていいですか。ドラ表示牌なんか感じてますか。いやいやいや、リーチか。これ順からなんだよね。出る可能性はなさそうだね。なさそうだね。あ、来ちゃう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 。ゴロチだよ。高めスッチーマン、リーチいった。うわ、やば。これスッチーマン対スッチーマン対3ピン数層。3ピン数層ゼロ。スッチーマン、チーマンが1枚、スーマンが1枚ある。うん、2枚か。2枚だ。うわー、沢、これしかも頭羽は沢崎だよ。うん、うわ、山田ピンチ。高い方に頭羽。うぅぅぅぅ、びっくりした。リャンマン、リャンマンだよ。カンスケ、カンリャンマン。あ、で、リャンウーマン、リャンウーマン、リャンウーマンだよ。打点に覚えなさいよ。杉浦、君はどうして急ピンを。まあ闇点で確実にっていうことですよね。いやいや、気持ちはもう分かりますよ。普通ですよね。打点に溺れる夜があったっていいじゃないか。この上がりの後はやっぱり沢崎さんの上がりに、これ前になります。うん、杉浦にスチーマン来ることはない。でも沢崎さんの当たり牌だからな。スチーマン持ってきたりして。ああ、なるほどね。すごいオカルト。そんな夜だってあるじゃないか。3枚あるのよ。まだある。うー、隣、これ背底でチーマン積もったらどうなっちゃうの。これもう何点か分かんないですね。面ピン積も3色、背底ドラドラドラさんか。まあ、バイマンか。リャンソーは打たないんじゃない。リャンマー見ちゃって。三層数層、いや、山田さんのね、最終的にパーピンか。その後3層手から打ってるから。ただつむぎリーチやからね。リャンソーだったら、リャンソー打ってるのか。打ってるね、カンちゃんが。うん、念には念を。沢崎がいますからね、もうもちろん。あとやめになりそう。なんかやめる範囲あるんですか。ローマン、あ、ロ、うん、ローマンがあるか。ローマンか。あ、行った、あ、行ったね、行った。うわ、スチマン3枚だよ。やばすぎるでしょ。15分の3。いっぱいないの。ないけど中筋だ。うん、うわー、どうなる。3マイル3マイル3マイル。怖怖怖怖。休めでも跳ねまん。いい、もうどうしてこう強いの。なんかもうチーマンじゃなくてよかったって思ってるもん。こっちも跳ねまんあるけど。羽、高め羽、バイマン、休め羽マン、最後の最後にいるっていうのが恐ろしいね。これで限定を取ってきちゃった。ひょうひょうとしてますよ。サイコロのピンピンの目が出ました。また
ね、トップスポーツを見てるような、ね、家で。いや杉浦の待ち会を攻めれないよ、攻めれないですよね、うん、ただね、ただねやっぱりそういう紙一重を勝つためにはね、バカにならなきゃいけない夜もある。そういうね、澤崎さん上下今のもう30ポイントぐらい違いますからね。これ5に打つところが羽マン積もって浮いちゃってるわけですから、ラスが2着だからね、もうそれだけで20ポイント、うん、マイナス8が4だから12だもんね。そうだね、30ポイント近いね、うん、本当に決まった、いや決まったかな。山田君がね、天敗取らずしてるとリアンウソは引いてるんで、あ、3ピンのね、そう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 、はいはいはい、関数ピン取らずか、うん、ごちゃごちゃした街でもしかしたら上がってたかもしれないけどな、どうなんだろう、うん、ちょっとそこまで追ってなかった、ね、プラスは取りませんって言ってたもんね、うん、うん、ちょっと取らない、取りたくないけど、打点に溺れたいわけだよ、打点に溺れますよ、うん、確定してるイペコ。ただまあ切り替えてやるとしたら山田としてはまずしっかり原点復帰ですね。いや原点行かなくてもいいですか。あ、でも滝沢さんが結構抜けてるのか、うん、そうだね、原点復帰だよね、戻りたいですよね、ここ原点は。さすがに杉浦としてはもう終わらせてしまう、終わらせても十分ね、はい、まだ2回ありますから、今回ラスだけど順位にはこだわらない方がいいですね。あ、ただ山田悪いな、うん、まあ、国士狙いか。うわ、沢崎がやばいまたすごい手持ってる、これドラ重ねるんじゃないの、重なっちゃうんじゃないの、前夜の重ねてしまうんじゃないのかい。ドラは3枚ありますからね、数ピン引いたテンパよりも重ねてくるんじゃないの重ねそうだな、重ねそうあ、これどうします、一旦算数ありますね、差し子もあるからな、ロウソウ、あ、ちょっと打ちすぎだもんね、打ちすぎな気がしますよね、ロウソウは。滝沢どうだ、この親子、あ、イーシャンテンか、カンリャンマンウッパーマン、滝沢さんはね、できるだけ役ありにして、はい、リーチは打ちたくない、その上で積もって上がりたいね、積もってね、うん、いやー、なんか沢崎のさっきの上がりにちょっと頭がほだされてますけど、うん、このハンチャの滝さんも結構すごいですからね。そうですね、うん、はい、そうなんですよ、負けてないですよね、うん、その難しくなるね、パーピンか、うん、ここはイシャン点取ります。ドラが顔を出しませんね、はい、山田に1枚流れてるか、あ、滝沢にも1枚来た、うん、もうこれでちょっとストップですね、滝沢さん、あ、ドラドラ嬉しくない、な、今なぜ俺のところにドラが、あ、これどうします、ウーピン、ウーピンかな、何秒、数万もある、数万もありますよね、リャンソーローソーもある、それはないんじゃないですか、差し子だよ、差し子か、打点に溺れたいじゃないうわあった、差し子か、そうだよね、うん、あるよね、あるよね、あるある、麻雀なんて無限の可能性があるんだもん、すげえ突然喋り出した哲学が熱い、しかもこれ、え、スーピン三山ほんと、ああ、やめるか、いいスーピン振り手だけど残しそうですよね、スーピン三山、三ピンが三山が、三ピンが山ゼロになったら今度はスーピンが三山、二段構え二段構えの三ピン数ピンすぐこっちじゃねえけど、滝沢さんテンパイだよ、数ピンちょっとお願いしますよ、滝沢の方でした、関数ピン、これ嬉しいですね、嬉しい、ウッパーマン、このまま逃げ切りたい、沢崎の追撃を振り切りたい、どうだこっちにも入った来た、リーチ6000割リーチ来た、滝沢これ勝負ですか、すゲーム打つ待ち、うん、勝負するかもしれないですね、じゃあリャンマン打っちゃいます、あ、パーマン出た、滝沢だ、さあ、沢崎の表情、リーチも出しちまった、限定もあっちまったと、
いやー、しかし滝沢スレスレで沢崎の追撃をかわす上がり、ピンフドラ1、2000点の上がりです。さあ3回戦滝沢勝ちあるトップ、続いて沢崎、山田、杉浦の並びで終了しました。続いて4回戦です。